ゴブリンさんがいそうな気配。どこだったっけな。さっき攻略した祠のすぐそばにも祠があったと思うんだが、人泳ぎしないとダメかな。あれ？あ、君がもしかしてこの棘を焼いた時に、ツルツル滑るから気をつけてね。も、ん？え？なんか焼けてる？なるほど。ん？え？びっくりした。獅子神様かと思った。テントか。どこだったかしらね。そこの煙がもくもくと、もく、ああ、あったあった。12時の方向見てください。ほんのりと光ってます、祠が。それはもう頭の先からつま先までクールに行きましょう。頭の先見てください。サファイアがさんざめいてます。やばいやばいやばい。びっくりした。逃げてった魚が。追っかけれないかな。そこのテント見てください。つわものたちが集まってました。気づいたら。僕たちも危ない。よし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 。ギリギリ上陸できましてからの、12時の方向。わ、青い鳥だ。発見しました。祠です。間違いない。でもなあ、あそこら辺って確か、ガーディアンさんがうろついてたような記憶があるんだよな。だいぶ前の話だが、大丈夫かな。もう夕方だ。深いようで浅い。バイソンがいる。凛々しすぎない、その角。もうちょっとですよ、目的地。ガーディアンさんはいなかったな、結局。もうちょっと逸れたところを、こっつき歩いてるのかな、あの人たちは。全然暗夜が生えてるバージョンですからね。ここら辺うろついてるのは、確かね。だいぶ前の話だけどね。いいぞ。入り口の方向にうまいこと、すり寄りました。あ、気づかれた。おっと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 。ダタックスの祠。沈んだ救い手、ダタックスの祠。沈んでる。こいつが救い手となるのか？ん？何？リバイアさん？望んでリバイアさんを覗くことはないぜ。何これ？歪んでるよ。狭い。すごい狭い。4畳半ぐらい。いや、4畳半ではないか。ん？この先がもうすでに村長？もしかして村長？長老？長老か村長か、未だに安定しないからな。それ多分ね、そこのリバイアさんは、鍋。鍋だったらマグネキャッチで、ほら、ちょっと重いですが、すくんだ沈い手じゃなかった。沈んだすくい手を、はい、上手。これを、なるほど。弾を落とすにはちょっと若干、よし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 。一つ落っこちました。で、あと、二つ、すくえば、僕たちの勝ちか。ん？あれ？すぐに開きましたが、ちょ、待てよ。あと二つどうすんの？いや、この二つも必ず重要なんだろう。そっちに連れてくんでしょうか？あれ？こっちにも浮かんでるじゃないの。なんだこのでかいやつ。えっちらおっちらリバイアさん。奥に沈めて、手前に寄せて、はい、すくい上げる。よーし、上手。あれ？ここ、何？蓋されてるけど？なんだよ、それ。蓋はまずいぜ。うわー、高い。いや、落ちちゃった。弾を一つ陸に上げておきました。で、あとは、リバイアさんをスイッチに戻す。開く。これをな、放り投げれるかどうかで、僕たちの処遇が変わってくるんだが。ああ！なるほどな。陸に上げる必要なんかないんだ。ここに、おお、とい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 と。いいよ。結果俺だよ。で、あとはこのリバイアさんをうまいことスイッチに戻すだけ。カチコーン。そうすると、勝手に入っていくのだよ。ぽよ！水が引いて、奥に進めるようになった。で、もうその先に長老がいるんだが、宝箱も、どこかにあるはずなんだが、四方八方を探して、もう一緒にセットで置いてあったりしないかな。そうであってくれると。ん？え？宝箱が、ないような。気がするんだが、ここ沈んでたんだ。最初にリバイアさんがあったところですよ。よかった。東大元暮らしだった。ゾーラの体験、え、強い。よし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 。ブーメランといい、ゾーラの剣といい、戦力に申し分がなくなってきたぞ。ゴマダレ克服の証一つ目。ずっと気になってたことがあります。このアッカレ古代研究所の裏になんか迷宮がある。え？何この高さ？ち
ちょっと待ってくれよ。これ上陸できんの？無理っぽくない？こっから飛んでもなお届きそうにないと思うんだが、青い鳥、小鳥がチュンチュン、君たちみたいに羽を持っていたらな。翼はない、翼は折れてしまった天使だが飛んでみよう。僕たちは天使だ。うわー、見張り役もいる。祠がこうこうと光ってるな、真ん中に。頑張りゲージはそこそこ上げておりますから、お、たどり着けそうじゃないの。高度もなかなかいい感じ。でもこれどうやって戻るんだろうな。ワープ機能がなかったら即死だった。いいぞ。いや、ほんと頑張りゲージ蓄えててよかった。ふふふ。ようやく着くか？高度もいい感じだね、ほんとに。見張りの役すごくいない？ローメイト。ここらが真ん中に、え？ローに閉じ込められてる。この迷路を攻略すれば、そこの扉が開くということか？え？孤島の迷宮を訪れし者よ。そなたに試練を与えよう。迷宮を踏破せしとき、何時に祝福が与えられるであろう。うわっ！美観。いきなりかよ！氷に隠れまして。え、どうしよう。これ、凹凸がない感じの壁。ザ・壁。ウルボタの怒り、いつでも放てるよ。頼もしい。さてと、この人にバレるか否や。すぐに、くそ、ビグザンメ。踏破せしとき、左側をじゃあ攻略してみましょうか。マップが心なしか右側に表示されてるので、いや、それはいつものことな、ん？びっくりした。何？キチュチュゼリー。何かが起動。あっ！うわあ！ザクレロ。意味がわからん。ん？鉄箱がある。これどかせばいいってことかい？よいしょー、ブーで、自分の頭上に、いや、これ危ないな。奥に移動して、小鳥。おお、これでザクレロもやってこれないだろう。奥に進むと、お、宝箱。その先に、え、周りに、やたらめったら何かがいるな。古代の巨大な、合ってた。古代の巨大なコア。よし、ゲット。この英傑の服を着てなかったら危なかったな。縁を広げてますから、アメーバ状に。この英傑の服は。これから逃れることはできんぞ。英傑の服の縁からは。ん？また鉄箱があるのか。え？これまたと、これいちいちどかすとなると、かなり骨が折れちゃうぞ。よし。あ、でよし。もうここに来て半分体力が減ってしまう不始末。ふむ。まっすぐ行けて、で、左に行くと右に扉がある。扉はないけれども。で、左か右かに行けるんですけれども、右に行くと行き止まり、その先に何かがあると見た。敵さんはいますが、宝箱はあってもおかしくない立地。そんなこともないか。雨が降ってるのはデフォなんだろうか。ずっと雨が降るんだろうか。壁をよじ登れないために。なるほどな。雨がっぱとかないかな。あるわな。いや、ないわな。松明が光、なに、この人生きてる。生きてる人のところに出ちゃった。これまずいね。でもさ、反応しなくね？するわね。あ？何が光ってる？え？いや、まあ、やめてよ、ちょっともう何してんのよ、もう。あー、これやばい。なに？ボルテージロッド。ロッドか。これは確実に背を打たれる。どうしよう。やめろ！バカ！うわー！あら、巻絵か。冒険者を引きずり込む。罠か。狡猾だなー。行き止まり。なんか、見るたび地形が変わってるような気がするのは、これ気のせいなの。非常に、もう、出てくるしよ！バレてね。こう、まっすぐの、こう、六角さんのフロントロビーにやってきました。でね、右の、右じゃなかった。左の、
ゆっくり話してらんないや。左のブロックは調査し終わりましたので、次はこの右のブロックに行ってみたいと思う。どうだろうね。いや、なんか本当にさ、見るたんび、不思議だけど、ものすごくなんかマップが変わってるような錯覚なのかに陥るんだが、怖くね？ん？鉄箱、久しぶりだな。こいつが、そうか、道を狂わせてたのか、マップをな。この鉄箱をくぐり抜けると、ほら地図ね、侵入できないところまで侵入できてしまったということですよ。なるほどな。はいはい、これね、祠がある今裏側に来ております。裏ですよ、こう完全に真裏っすね。1だったり1分の1だったり、ああ、キーちゃん、キーちゃんがホッとする。裏側ですね。裏側どうにかなんねえかな。こっから登っていけたりっていうわけにもいかず。え？これ中じゃない？今いるところって、これ中っすよね。中というか地下か。あー、宝箱だ。大行な宝箱に一体何が入ってるというのか。古代な巨大な何かか、何がしか。銀ルピー、ちょっと嬉しい。やったね。まだまだ未踏なところあるよ。あー、キチュチュゼリー、ザクレロさん。ちょっと待って、なんだよこれ。いや、地味猛量だよ。壁を、スパイダーマン、スパイダーマン、デレデデデ、スパイダーマン、あー、デレデ、スパイダーマン、デレデレしか言ってないよ。よし、回復。ん？あ、左に道があるか。でもさ、この先に一体何があるというのか。え？騎士の弓だ。久しぶりだな。ちょ、待てよ。なんかそれだとちょっと、いやもう、その騎士の弓パンパンだよ、やっぱりよ。君はここに置いていく。壁が高え。ものすごく高え。ウォールローゼ。さあ、もうそろそろ着くが？これね、見張りの人もがっつりいるから、そこのとこ気をつけましょう。あ、風がなびいてんな。ギリギリ。いや、ほんとギリ、もう、ほんとにギリギリじゃん。うわぁ、新鮮だな。で、もっと高い。ゴールはね、ゴール地点はもっと高いです。下見下ろせるっていいね。ちょっと待てよ。こっち飛んで、この先というか、はい。見張り板です。見張り板です。下は見えない。本当に見えない。ネタじゃなく見えない、下が。こっち上行ってみる。やーべ、また雨が降ってきたよ。ちょっと待って、登りづらいんだってば。こんなところで夜を明かさなくてはならない？もしかして。あー、やばい、これ。あ、にわか雨だった。よかった。止んでるみたいですよ、今のうち。よしよし、今のうち。はい、頭上にやってきました。やってきたはいいものの、着いた。けれども、何？階段があるっつうことは、やっぱり潜り込まなきゃいけないってこと？そんなことできんのか。火山がよく見えるな。見てください、気づきました。ここ、リンクさんが今向いてる方向、ここの経路って、こっから降りないと、ここ歩けないシステムになってる。他が全部壁ですから、このエリア。ということは、ここ降りると何かが隠されている可能性は大。降りてみよう。ぶわっ。もう一丁ぶわっ。よし。さあ、やってきました。未開の地。未踏の地。前人未踏となるか。どう？何も。ああ、何？光ってるよ。え？はしご？やった。はしごということはよ、当たりってことなんじゃないか。ほら、忍ぼってきた。階段もある。よかった。でもまだゴールではない？なんでお前ら。びっくりした。何？あ、そうだ。前回ちょっと気づいたんですけれども、火がない、火がないとかって言ってましたけれども、火炎の剣持ってました。こいつをかざすことによって、ほら、あ、いててよし、やっぱ普通に燃やそう。あ、火打ち石は置かなくてよかったか。薪の束に向かってこうすればいいんだ。
炎が届きませんから。普通の家はありますからね、燃やしておいて。どれ、燃えてみやがれ。どうなんだい、凛々しいなリンクくん。全部燃えてしまえ。ブシュ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 。正解ルート、この上よじ登れるってこと。登れそう。でも一応ご丁寧に左にも階段はあるんすよね。行ってみたろ。階段結構登ってきたぞ。あそこの茨のところはなんかボーナスステージかなんかってこと。あれ、普通に着いちゃったじゃん。ということは一応一回戻ろうぜ。ということはこの先は何かボーナストラックがあるということか。登るぞ。期待、ワク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 。あれ、まだ先がある。え、何を惑わしているんだ。びっくりした、火炎の剣じゃん。こんな体操にぶっ刺さってて。でも一本あるからな。いやでもこれ貴重だからね。どうしよう、これビークブーメランは使ったこともないからな。鉄のハンマーくんだよね。自宅に何千本とあるからね、鉄のハンマーは。さて、この迷宮を一度抜けて、下炎ですからね、気をつけてね。いや危ない。さあ、やっと祠に着きました。松明もあります。これで入るともう祝福具合が湧いている。トゥーカロの祠。でもね、これ左に階段があるでしょ。こっちは帰り道ってこと。いや別に帰り道用意しなくてもな。あれ、落ちたし。あ、なるほど、上がどうたらなってたってことか。お待たせしました、トゥーカロの祠、いよいよ踏破しました。どれ、トゥーカロの祝福、トゥーカロの祠。一体何が入っているのか。宝箱、外れがなかったような気がするぞ。開く。どれ、ん、蛮族の兜。何それ、やば。太古のフィローネ地方に住んでいたと言われる戦闘部族の兜。刻まれているイニシエの文様は被る者の精神を高揚させ攻撃力が増すんだって。へえ、まさかまさか。ごまだれ、克服の証、二つ目。カモメがカーカー。お、鉱石もたくさんあるね。岩肌だ。全然、地獄の釜の底じゃなかった。海だった、ただの。天気がいい時に来るもんだな。なんか白いな。うわ、しまったよ。ハンマーくん。いや、代わりにはなる奴はいる。いや、いない。夜鉱石の塊っぽいですね、一個壊してみたところ。あんまりこれ使いたくないけどな。爆弾でやるか。飛び散るんすよね、鉱石が。危ない！ほら、もうわけわからないところに花火みたいに飛んでいく。ほらね。こう爆弾は使いたくないんすよね、できたら。これ鉱石かと思ったけど、ただの岩か？一度置いてみよう。さらに破壊できそう？何それ。いや、さすがに無理でしょ。あ、無理だった。てか何が壊れたの。あ、ヘイガニがいる、かわいい。ちょっと待ってよ、ヘイガニ青いな。南米のカニかな。どれ、はい、こんにちは。剣ガニ、強そう。ここの岩って壊れた時に何が飛び散ったんでしょう。持つ。コロちゃんか。コログの実だって。いや、これは気づかん。よかった、持ち上げて。ねえ、コロちゃん。よかったね。えい。鎧ガニ、強そう。ん？あれはもしかして、ん？これタニシか。青？マックス、あ、サザエか、お前。マックスサザエだって。ここら辺の、海域強そうな人たくさんいるね。お、見てやってくださいよ。所狭しとガーディアンさんめちゃくちゃいるんだけど。リファーの祈り、いつでも使えるよ。ほんとこれが聞きたくて冒険してるようなもんだからな。さて、鉱石があります。両手剣で砕くことにしました。綺麗に採取できますもんね、こうやって。よし、ハンマーくんがいないからな。点々として、気づかないで、そっとしておいて。ね、あなたも休みたいでしょ。あ、鉱石もしっかりある。まだここら辺浅瀬か。琥珀と火打ち石。最近岩塩見ないな。なんかね、この先に、ちょっとした島ありません？あれ？
もうすぐそばか。お、マクスタぜ、やったぜ。島だった。ほんとちょっとした島。こっから深い。気をつけてね。イカダはありましたけれども、内輪がないんですよね。泳ぐんだったらやっぱりあれか。クールに決めよう。島に着きました。板。え、すんごい板。なんだろう。板というか、なんというか。なにこれは。またコロちゃんでもいるってこと？動かす？動かせそうにないし。あ、ビタロックでどけてみっか。そしたらば。え、てかこれめちゃくちゃタオパイパイできそうじゃない？ちょ、待てよ。いや、乗るのはな。はい。やばい、両手剣壊れた。乗ってみよう。おお、乗ったけど、なんかあります？ん？鉱石が下にいただけか。あとはコロちゃんとか。あ、鉱石じゃない。やった、絶対いる。よほほー、かわいい。は、見つかった。コログの実、これで5つ目だって。そろそろマラカス君のところに持っていかないとな。ねえ。えい、あ、また絶対これコロちゃんでしょう。生えてる生えてる、若木が。なにこれ、3つ。今までの傾向からして、うかつに近寄ることはしない。お、生えてる生えてる、頭の上に人。普通に散歩してんじゃん、やつ。そっとしておこう。散歩してるだけだもん。ほら、一つ目を灯しました。で、ここに二つ目あるでしょ。で、こっちに三つ目。あ、夕暮れの海沿いってすごい綺麗だな。で、あとは四つ五つと灯すと、ね、コロちゃんが、やっほほ、これ四つだよ。よしよしよし。で、ラスト、どうです？よっほー、ハート。うわ、見つかった。6個目かな。またねー。夜のコログの森はより神聖さが増すような気がする。踊りたい、いっつも踊りたい。キュンキュン。さて、今回も武器のポーチを大きくしてやりましょう。前回3つ使ったからな。今回4つぐらい。あ、5個。いや、待てよ、前回も4つだったか。いや、3つだった気がするけど。5個。よかったよかった、あるよ、全然あるよ。はーい、武器の貯蔵は十分か。今はお前が強い。じゃあ大きくしちゃうよ。タンタララーン。桜田さん、桜田さん、お話ならちょっと待って。腰を下ろしてからね。木が生えてる。リンゴでもなるのかな。この池だったりとかに魚もちらほらいたりはいないか。ん、まさか。おおおお、コロちゃんじゃなかった。琥珀だった。なんで？ダンゴムシ感覚なの？他にはないの？大丈夫？いやー、いい家になってきたな。リンゴはそこにしんしんとなってるしね。